続いてはこの人に聞きたいです。はい、今日はこちらの方です。はい、ファジアの岡山の濱田瑞希選手です。守備の要であるセンターバックで今シーズンからキャプテンも務めています。濱田選手に理想のキャプテン像や上位浮上の鍵などを聞いています。ファジアの岡山の守備の要、濱田瑞希選手。長身を生かしたボール処理や粘り強い守備が特徴で、これまで幾度となくピンチを防いできました。そんな濱田選手ですが、先月1日の試合中に左足の肉離れを起こしチームを離脱。守備の要を失ったチームは、おとといまでの7試合で2勝4敗1分けと負け越しています。怪我も解放に向かってきている濱田選手に上位浮上の鍵などを聞いていきます。じゃあよろしくお願いします、濱田さん。さあ、今シーズン、今17試合を終えて、ファジアの岡山16位です。ここまで3分の1を終えてですね、今の状況というのをどういうふうに考えられてますか？取りこぼした試合が多かったなと、僅差の試合を、負ける試合が多かったなと思ってます。今のお話だと、本来は勝てていた試合、例えばどういうところを修正しておけばここまで良かったんじゃないかみたいな、キャプテンとしてどういうふうに思われます？守備ではちょっともったいない失点が多かったなと。自分たちのやろうとしている前線からの守備っていうのはできているので、でいい形で奪って自分たちの時間も長い試合が多いのに、ちょっと最後の最後でやられてしまうとか。キャプテン、チームをまとめる立場として、例えばオフェンス、ディフェンス陣にどういうふうに声かけというか、どういうふうにしていこうっていうふうに。でもオフェンス、ディフェンス陣って切り離してはあまり考えてないんで、常にチーム一体なんで、本当に当たり前のことを当たり前にやるって僕開幕前からずっと言ってるんですけど、そこに尽きるかなと。最後の最後まで走り切る、戦い抜くっていうのがファジアだと思ってるので、そういう誰でもできることはやりきる。でその上で点が入るか入らないかっていうのは、難しい。その試合人の調子とかもありますし、毎回結果が出るわけではないですけど、とにかくやり続けるっていうことが大事かなと。でシュート5本打って入んないんだったら、それを10本にするしかない、10本20本にするしかないん でそのシュートのチャンスを増やす、何が必要かって言ったら、もっと走る、ゲームのボリュームを上げるっていうことだと思うので、もちろん技術的な練習も必要だと思いますけど、誰でもできることっていう点で考えたら、ゲームのボリュームを上げることだと思います。その中で、去年40試合キャリアハイの中で、今シーズンにかける思いというのもあったと思います。ただその中で、怪我を、されたということで、このどうですか、ご自身ここからだなというところのこの怪我でコンディション。いや、もちろん悔しいです。今年も1年通してチームに貢献したいっていうふうに思っていたの で去年は試合は出れてましたけど、順位は振るわなかったですし、自分自身も自信があるのに、結果がついてこないっていうことが多かったんで、今年こそは結果を求めてチームを押し上げるっていう気持ちで臨んでいたんですけど、復帰してからの時間も長いので、ここからしっかり活躍して、今ちょっと下位に沈んでますけど、自分、さっきも言ったように自分たちの力を信じてもっと上にいなきゃいけないと思っているので、一つ一つ大事にしっかり勝ち点を積み上げて、最終的にもっと上に いければなと思ってます。そんな怪我からの復帰を誓う濱田選手に、サポーターからの質問をぶつけてみました。切り込んでくるんですね。切り込んでくると思います。まずはこちらの男の子からの質問。キャプテンやってて何か困ったこととかありますか？困ったことはないですね。あ、そうですか。はい、というのも、キャプテンは一人ですけど、自分には信頼できる副キャプテンとチームメイトとかいるんで、一人で困らないようにしてます。今までキャプテンを経験されたことってのはあったんですか？いや、キャプテンやったことないです。あ、ないんですか。はい、じゃあ本当この今シーズン初めて、チームをまとめる役になったという、はい、この重責っていうのはいかがですか？でもあんまり重く考えないようにしてます。もちろん求められている役割、立ち回りはあると思いますし、それは自分でも理解しているつもりですけど、
まあ、キャプテンだからといって何か行動を変えたら僕ではなくなるので、今までの僕の取り組み、まあ、このチーム内での存在価値みたいなものが評価されてキャプテンを任命してもらえたと思ってるので。そんな答えにも関係するこんな質問も。木山選手と浜田選手は、キャプテンと副キャプテンなんですけど、この辺 の, あのコミュニケーションとかどういう話するのかなと気になっているところはあります。浜田選手、木山選手のことどういうふうに見られてますか？口数多いタイプではないんですけど、しっかり見てるなっていう印象があって、まあ、2017年、2018年もこのチームでキャプテンやってたんで、僕は結構頼りにしてますね。細かいことも自分一人で決めたり発信する前に、まあ、どう思うっていうのを木山さんにはよく話してます。サッカーしてるから守備のコツ、好きな食べ物とか、なんだろう、難しいけど言うとしたら、まあ、守備って基本リアクションなんですけど、その中でも自分が先手を取る、まあ、体で先手を取ることができたら一番いいし、まあ、体では先手を取れないリアクションのシーンでも頭では先手を取ってる、そういう、まあ、駆け引き、相手より一個先を考えるとか、そういう、なんで一言で言うと駆け引きですかね。好きな食べ物ですね。たくさんありますね、好きな食べ物。いちご、はい、かわいいですね。これからの季節も桃ですね。桃、岡山だといちごと桃が好きです。浜田選手が考える理想のキャプテン像っていうのはありますか？こういうキャプテンになりたいなっていう理想のキャプテン像、まあ、苦しい時に一番頑張れる、あとは勝っても負けてもぶれない、はい、そういうキャプテンが頼もしいなと。特にあまり思わしくない状況の時こそ先頭に いなきゃいけないと思ってますし、むしろ状況がいい時は本当に後ろで支えるというか、はい、縁の下の力持ち的な存在でいいと思ってます。ぜひこうサポーターも早くねピッチ上の浜田選手見たいなというところなんですけれども、どうですか、復帰したらどういうプレーを、まあ、チームの勝利につながるようなプレーを見せたいと思ってますし、まあ、ピッチ内でリーダーシップを取ってゲームを締めれるように、引き締まったゲームを見せれるように、でなおかつ勝ち点につながるゲームを見せれるようにしたいと思っています。19日琉球戦、はい、ちょっとこう放送させていただくんですけれども、はい、見られますかねピッチ上で浜田選手。自分そう信じます、はい、頑張ります、それに向けて。